この人またポケモンやってるなって。ちょっとその前にですね、ナルセス、本日なんと目に見えて偉い日で、一曲録音が終わって、もうほぼ一曲の作詞が終わってっていう、あ、すごいなってあの感じですね。10月末ぐらいから実はいろいろ頑張ってますよっていうのをお伝えして、まあそれの兼ね合いで配信等々は少なくなってきたんですけども、ようやくねちょくちょくね形になってね、まあ皆さんのお耳元に届くかもしれないなと思ってきてる形ですね。今年2020年も終わりが近づくと、いう感じですけども、まだ俺は俺のターンはまだ終わっていないという。そしてね、もちろんね、まあ来年になりましてもまだ俺のターンは結構続くと思うので、よろしくお願いします。で今日ね、制作のね、あれで一緒にね、ちょっとお話しさせていただいた方がいるんですけども、まあ最近何してんのと、まあいわゆるゲームとかもやってないですし、何をしてんだと言われた時に、あ、最近こんくらい曲作って今こんくらい動いてるんだけどねって言ったら、誰ですかって言われましたね。どうしたって、なんかいいことあったって言われました。いいことあったというより、もうこういうのは嫌なことがあったからやるんじゃないか、そう俺は思いつつもあるんですけども、まあ特にいいことも嫌なことも特にはないですけども、なぜかここ1年分くらいのいや2年分ぐらいは俺ここ1、2ヶ月で動いてるかもしれないね。いろいろと楽しくやらせていただいてます。でそのねご褒美として最近ねやってるわけですけども、あれなんですよね、これが普通の感覚なんだよなとちょっと思いつつも、あれなんですね、千田さんっていうなんかおじさんがいるんですけど、彼も昔エイペックスをやってたんですけども、やったらええやん普通に配信とかでとかやつ言ってたんですけど、いや違う、これは頑張った日のご褒美にこれをやって遊んでるんやみたいな、ね、言ったらこっちはさ全然配信でガーってやってわーとかやってる中、ご褒美と捉えるかと。そう正直ね、眠てーとか、あなんか今日違うなとか思いつつも、やったら楽しいからね。最初の入りはそういう時もあったけど、ご褒美というか、それに感銘を受けて、感銘は受けてないですね。あ、そうなんやって思いました。小話の一つです。で、画面が白いかと思うんですけども、ポケモンに首壊された。え、あ、絶対可愛くなるやつだこれ。みんな絶対可愛くなるこれ。だって可愛いちょっとブスってなったら絶対可愛くなるでしょ。可愛い系だよ絶対。ま